いじめ自慢の小山田圭吾辞任を検証と立憲民主党、国民から遠ざかりたい。立憲民主党は20日、東京五輪、パラリンピックの開会式の楽曲担当のコーネリアスことミュージシャンの小山田圭吾52歳が辞任した問題を検証していく方針を明らかにした。ここに来て、また問題が。過去に障害者をいじめていたなどと雑誌のインタビューで発言し、問題視されていた小山田圭吾氏。開会式の一部楽曲を制作していましたが、昨日辞任したのです。もともとその大会が多様性と調和ということを理念として挙げている、その観点からもですね、人権に配慮したそのような大会にすべきというふうに考えています。大会の精神というものがしっかりと共有されるように努力をしてまいりたいと思います。辞任について小山田氏は、さまざまな方への配慮に欠けていたと痛感しております。この度は同党川内博文衆院議員は20日の取材に対し、組織は知りませんでしたと言っているが、果たして本当なのか。政府には小山田氏についてどのように報告されていたのか。本当に問題点をどう認識していなかったのか。認識する人物がいたのか、いなかったのか。細かい論点に入っていくと思うけれど、それらの検証をしっかりやるということになると思うと政府攻撃したいと流行る。どんな事実が明らかとなるのか。この後に及んでドタバタ検証と言い立てるのなら、御党所属議員の不業績検証はどうされた。本田平直、石垣典子、菅直人、外国人献金。辻元清美、生コン詐欺疑惑、ハイハイ青山、多重国籍蓮舫、全員継承略、まだまだあるね、飛びつく暇があるのなら身内の検証をされ有権者に知らせなさい。それからだ。ちなみに国民は小山田なる者のしでかしたことを知っている。障害者いじめだけでなく、入院中に夜間ギターを弾き、騒ぎまくり、末期がん患者の死を早めた疑惑がある。本人は俺が超ってやったと笑っていたそうだ。到底信じられないが、お聞きいただき感謝申し上げます。